プロジェクト田中夏樹です。よろしくお願いします。今日はダイソーで買ってきたこのグルーガンを使ってブレスレットを作ります。このグルーガンは手芸や工作で多く使われる接着剤なんですけど、今日は私の思いつきでブレスレットを作ります。ちょっと言葉では説明できないので、今回は絵で説明したいと思います。今回作るブレスレットのイメージ図はこんな感じです。黒い部分がグルーガンで作るとこで、オレンジ色とか青色で丸く円が書いてあるところは今日使う飾り付け用のボタンを最後にはここにくっつけていきたいと思います。で、端っこに丸で、もう片っぽの端っこにはこう T 字になるようにまっすぐ線が引いてあるんですけど、これはブレスレットがいつでも取り外しができるように今回はこの形で作っていきたいと思います。材料はグルーガン、グルースティック、クリアファイル、糸切りバサミ、飾り付け用のボタン。はい、では作っていきましょう。まずはこの黒い長い部分を2本作っていきます。これは自分の腕の長さに合わせて作っていきましょう。今回は私がよく使うブレスレットで自分の長さを測っていきます。ここら辺なので、ここら辺ですね。私結構不器用なので、クリアファイルの中に紙を入れてこうまっすぐグルーガンで線を引けるようにやっていきます。グルーガンがよく温まってきたら作業を開始します。結構熱いので使うときは注意して使ってください。熱っ。で、ブレスレットの長さと、まあ大体同じくらいなので、もう一本同じ長さのを作ります。グルースティックが短くなってきたので、もう一本継ぎ足します。はい、できました。太さがいびつなんだけど、あとはちょっと冷まして乾くのを待ってから剥がします。はい、冷めたので剥がしていきます。このグルースティックが樹脂でできてるので、こうやってファイルの上でやると簡単に剥がすことができます。はい、まずこちら完成しました。ちょっと形がいびつになっちゃった。今回なんで2本にしたのかっていうと、強度を強くするために2本で作ってみました。では次にこの端っこの2箇所を作っていきます。この2本の幅を調整してから、私の場合はテープで留めて固定します。よし、 OK。 じゃあまずは T 字になるようにまっすぐ、このさっき作った2本にくっつくようにグルースティックを置いていきます。そしてもう片方には円を描いていきます。三角になった。よし、出来上がり。ちょっと今回こっち三角になっちゃったんだけど、まあ気に入らなかったらもう一回ハサミで切って作り直せるので、とりあえずは乾くのを待ちます。はい、出来上がりがこんな感じです。あとこれでちょっと形が気になる人はちっちゃいハサミを使ってちょこちょこ切って調整していけば綺麗な形になると思います。あとはこれが円の中に入るかどうかなんですよね。ちょっとこれだと入らなかったので、もう一回これを切って作り直していきます。切って。はい、うまく作れたので次は飾り付けのボタンをつけていきます。今回はこちらダイソーで買ったボタン3種類を使っていきます。じゃあこんなイメージで作っていきます。今回買ったボタン2種類あって、1つ目は裏も表も平たいボタンがあって、もう1つが裏側がちょっと出っ張ってるボタンがありました。で、今回この出っ張ってるボタンはさっき作った長い黒い線の隙間があるので、この隙間にちょうどよくこの出っ張りが埋まるように作っていきたいと思います。あとは糸を引いてるとこをちょっと形を整えて、グルーガンのブレスレット完成。
近くで見るとこんな感じです。ちなみに裏はこのようになってます。つけてみたらこのようになりました。ちょっと大きくなっちゃったんですけど、止めるところも違和感がなくできてたので普段使うようにはいいと思います。あとはちょっとこの大きさが長かったのでこれを調整すれば普段用に使えるんじゃないかなと思います。秋冬でも使えるようなボタンで作ってみました。今回はダイソーでグルーガンを買ったんですけど、セリアとか他の100均でも売ってるそうなので、ぜひやってみたい方は100円ショップに行ってみてください。以上、ディーズプロジェクト田中夏樹がグルーガンでブレスレットを作ってみました。じゃあね、また見てね。ディーズプロジェクト田中夏樹、チャンネル登録よろしくね。次回もお楽しみに。ババ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 ン。